改訂版青は何色だ。予測って難しいですね。前もって事の成り行きや結果を仕掛るってのは。雲が多くなって風が吹いて雨降りそうだとは全然違うしね。科学で一番難しいのは将来予測。その中でも地震の予知は極めて困難だね。地震、雷、火事、親父。世間一般でいう恐ろしさの順番か。雷はどこに落ちるかわからないし、いくら注意しても火事の記事は必ずあるし、どの言葉でカチンと来たのかわからない怒りんぼ親父どもは吐いて捨てるほど。地震も後追いの研究は進んでいるんだけど。後追いって？地震による地表の振動を記録する機器とか、上下動振り子と水平動振り子を使って地面の動きを読み取っていくんだ。データとしては大事なものなんですよね。まあデータの蓄積は検討判断の一つの資料にはなるんだろうけど、避難勧告となると。雷が雨が降っているのに当たり前だから落雷を避けることはできるけど、稲妻ってのもあるか。地震雲って言う人もいましたよね。西の空の夕焼けを見て明日は晴れるなぐらいの予報と同じじゃないかな。それより場所と揺れの大きさを判断できない分、不安だけが残る予報になったりして。予測する材料がないとなると地震の予知はまさに予言の領域に入っていきますね。地震予知は予言、信じるか否かは理性と良識にかかっている。地震が引き起こす災害をどう食い止めるかの方にシフトした方がいいかも。自宅は耐震性がある建物か、避難経路の確認、持ち出し用非常食の備蓄。普段の中にもしも入れておくだけで自分に降りかかる被害は随分減るかもしれませんね。科学は予測を実験して進んできたけど、そこに想像する未来への文学が欠如している。例えば石油から製品を生み出した時、この製品の末路を想像すべきだった。プラゴミですか？将来に生まれるプラゴミの処理を完成させて、初めて製品が日常の中で活躍することができる。電力にも同じことが言えると思う。カーボンなんとか。排出される二酸化炭素の量と吸収される二酸化炭素の量を同一にすることで地球温暖化の進行を抑えるといって、原発のこれからの稼働を横から押している。自然は木を燃料に使い、二酸化炭素を森が吸収する仕組みになっていたんだ。山を切り開いて太陽光パネル、大規模な森林破壊はアマゾンの農地化、吸収しようにも森林を元に戻すには100年かかる。放射能ダダ漏れの原発を止めることができない状況ができつつあるわけだ。調べれば調べるほど奥が深いというか、泥沼なのか浅はか浅知恵なのか。冷却が命なのに電源が壊れ、自家発電機も作動せず、しまいには乾電池までもかき集めたって噂はまんざら嘘ではないような。電力会社の電気が止まってしまった。開示してる部分を調べてこれだから、まだまだ矛盾のパッチワークは隠れているんだろうな。私もあると思うんです。自宅を当てはめればいいと思う。建物の耐震性は老朽化すれば衰える。一般の住宅でも震度6から7に耐えられる強度が義務付けられている。原発はどうなのかと問えるし、配管配電は耐震性が低いゆえに補強も難しい。断水、停電したら大変なことになる。そう。そして避難。あの日施設内にいた職員は半径50キロは避難してほしいと願ったが、現実は半径20キロの住民だけが避難。工場で働いている人だけに放射能の拡散の現実を知っていたのかもしれない。確実な避難経路を作成しなければ再稼働はできない。